早く出ていけ、このゴミ虫夫婦。お姉さん、今日も安定の柄の悪さですね。いつまでその豪邸に居座る気なのよ。永遠にですけど。あんたは次男の嫁でしょ、さっさと出ていけ。指大丈夫ですか？指がどうしたのよ。指にマダニが張り付いててまともに文章が打てないのかなって。ふざけたこと言うんじゃない。で、この家がどうかしました？長男夫婦が家を継ぐのが常識なの。そんなことも知らないの？知ってますけど。だったら出て行きなさい。3日待ってやるわ。3日じゃ足りませんね。3万年は欲しいです。あんたさっきからふざけてるよね。ふざけてるのはお姉さんですよね。はぁ？お父さんの葬儀だってまともに手伝わなかったのに、何をもって長男と主張するんですか？こんな一大事に長男も次男もあるもんか。協力し合うのが筋ってもんでしょ。その一大事にいなかったことを言ってるんですが。それはもう終わった話。終わりません。あの日最初にいませんでしたけど、どこへ行ってたんですか？あんたには関係ないでしょ。お兄さんだって、俺は模試なんかできないとか逃げて、結局うちの夫が模試挨拶したんです。あの人は気が小さいから、人前で喋ると漏らしちゃうのよ。漏らそうが垂れ流そうが、最後の最後くらい長男としての仕事をすべきでした。なんであんたが説教すんのよ。義両親がいなくなった途端に我が物顔で乗り込んでこようとするからです。こちらは正当な権利を主張しているだけ。ほうほう。何よ。その正当な権利とやらが、私たちから住む家を奪うってことですか？当たり前でしょ。家は長男が継ぐの。昔からそう決まってるの。財産は兄弟で仲良く半分に分けるんです。法律でそう決まっているんです。じゃあ家を半分に真っ二つにする？面白そうですね。やりましょう。うちは南側をください。ふざけんじゃないわよ。現実的な話をしましょう。私たちが継いであげるから、あんたたちはマンションでも買って住みなさい。何ですかその上から発言は。私の方が年上なんだから、上から言うのは当たり前じゃない。こんなに尊敬できるところがない年上なんて見たこともないです。敬語使ってるだけでも感謝してほしいくらい。あんたね、兄嫁を舐めるのもいい加減にしなさいよ。舐めませんよ、まずそうだし。減らず口を叩けるのも今のうちよ。私は奈穂。夫と結婚し、義実家で同居して7年。義母を4年前に見送った後、数日前に義父とお別れをしたばかりです。夫とその奥さんであるゆりえは、要介護状態の義父を気遣うこともなく、たった一度顔を見せただけでした。義父が退会した途端に連絡してきて、開口一番家を渡せと言ってきたのです。そしてこの非常識夫婦は一番やってはいけないことをやってくれたのでした。はい、約束の3日が経ったわよ。荷物はまとめてあるんでしょうね。おはようございます。お兄さんのコレクションならまとめてあります。引き取っていただけます？夫のコレクションって何？教育上良くなさそうな雑誌が1000冊ほど。やだ。なんかシミだらけで湿ってて気持ち悪いんで捨てますね。捨てて。そんなことよりあんたらの引っ越しよ。うちは引っ越しませんよ。そうごねると思って引っ越し業者を呼んどいたわ。無理やり引っ越しさせるつもりですか？そうよ。引っ越し代負担してくれるんですか？その豪邸が手に入るなら安いもんよ。家賃も払わなくてよくなるし、生活が楽になるわ。業者さん来ちゃいましたよ。仕方ないですね。あんたこの間財産は半分とか抜かしてたけど、あれ違うから。どういうことでしょう？お父さんたらうちの夫に全財産譲るって遺言書書いてくれてたのよ。本当ですか？夫がちゃんと弁護士に届けたから間違いない。夫の目の前で書いたのよ。そうでしたか。残念だったわね。介護存ね。何ですかそれ。遺産もらえると思って必死で介護してアピールしてたんでしょ。浅ましいわ。そんなつもりはありません。ヘルパーさんも来てくれたし、夫もよく手伝ってくれました。私絶対無理。よくあんなもんの世話できたわね。私たちもいずれはそうなるんですよ。それを忘れなく。私は大丈夫。誰にも迷惑かけない。そうですか。ってことでさっさと引っ越してね。あー、思い出いっぱいあるから寂しいな。思い出で飯が食えるかっつーの。確かにそうですね。もう会うこともないわね。法要はどうされるんですか？何それ。一周忌とかですよ。あー、やらないやらない。は？あれこそ金と時間の無駄。化けて出てきても追い返すから全然大丈夫。罰当たりな女。何よ。いいえ。じゃあもうこれで最後ですね。どうかお元気で。
あんたもね、最後はおとなしく引き渡してくれて助かったわ。リフォームでもしてガラッとイメージ変えよ。おい、お、来た来た。知ってたな。待ってました、この時を。腹立つ。立ち退き終わりました。騙したわね。騙したというか何も言わなかっただけです。なんで勝手に家を売ったのよ。私たちじゃありません、お父さんがやったことです。言ったでしょ、お父さんの遺言は全て長男に譲るって書いてあったの。脅して無理やり書かせたんでしょ。はあ、たった一度だけ二人で見舞いに来ましたね。そりゃ長男夫婦として親を見舞うのは当然でしょ。お父さんの部屋にはカメラがあったんですよ。なんでそんなものを年寄りの部屋に置くのよ。お父さん一人で歩こうとして何度かベッドから落ちて危なかったんです。そんなのほっときゃいいのよ。相変わらず絶好調な悪人ですね。まあそのカメラのおかげでお兄さんが無理やり脅して遺言書を書き直させてるところもバッチリ映ってましたけど。そんなことをするわけないじゃない。知ってました？遺言って2つあったとしたら後に書いた方が有効なんですって。まさか。お父さんあの後すぐ弁護士呼んで書き直しさせたんです。もう会話もろくにできない状態って聞いてたけど。お父さんの演技でしょうね。よく私たちおしゃべりしてましたし。なんてジジイなの。お兄さんがあまりにも遺言書けってうるさいからあえてそうしたんでしょう。最悪だわ。残念でした。そっちの遺言にはなんて書いてあるのよ。すべて次男に譲るって。嘘ね。それこそ次男が脅して書かせたんでしょ。弁護士立ち会いのもとですから無理でしょうね。別にいいわ。あんたもバカね。なぜですか。相続には遺留分ってのがあるの。遺言にそう書いてあっても長男にももらう権利があるのよ。確かにそうですね。こっちはちゃんと調べてんだから騙そうたって無駄よ。おとなしくしてれば遺留分だけでももらえたのに。何のことよ。遺言書書き換えさせたでしょ、無理やり。それが何なの。あれで相続人の資格を失ったんですよ。何よそれ、聞いたことないわ。調べるの得意でしょ。相続結核でググってみてくださいよ。はあ、ね、間違いないでしょ。でも証拠なんか、ああ、ありますよね。弁護士さんも映像を確認してますよ。父親を解放してただけかもしれない。嫌がるお父さんをねじ伏せて無理やりペンを持たせて一度見てみたらいいわ。あんなことするなんて人間じゃない。夫だって悪気があったわけじゃ。悪気しかないでしょ、あんなクズ。人の夫に向かってなんてことを。あんたの義兄でもあるのよ。夫もあんなのは兄だと思ってないと言っています。え、ちょっと待って、ということは家からは追い出されてお金も一円も入らないってこと。お金？夫がお父さんを見舞った時に吐かせたのよ、5000万あるって。さすがお父さん。どういうこと。ありませんよ、遺産なんて。お父さんは1円も残してません。はあ、冗談やめてよ。どうせそちらには入らないんです。嘘ついたって仕方ないでしょ。やばい、震えてきた。大金が入ると思って家具も家電も全部買い替えたし、ブランドバッグも服もアクセサリーも時計も。あら、散財しましたね。まずいわ、どうしよう。お父さんは最後まで一緒にいてくれた私たちに何か残してやりたいって言ってくれたんです。家を売って現金にしろってこと。家は古いし現金にしても知れてるから、あそこを駐車場にしろって。業者や工事の手配も支払いも全て済ませて旅立たれました。確かにあそこら辺はどこも満車だけど。それがせめてものお礼だって。ずるいわ。だったら私にも介護させればよかったじゃないのよ。分かってたらやったわ。お前は黙ってろよ。え、人の思いを何だと思ってんの。何って。お金はそりゃ誰だって欲しいよ。でもそのためだけに動いてたら周りに誰もいなくなるよ。あんたの周り見てみなよ。誰もいないでしょ。やめてよ。家電も家具も返品してきな。身の丈に合った生活しろ。つつましく暮らしなさい。せっかく広い豪邸に住んで遺産で豪遊できると思ったのに。あんたらみたいなもんは河川敷で十分。前のマンション引き払ったのにどうしたらいいのよ。知るか。助けてよ、少しでいいからお金貸して。うるさいな。私はハエの飛ぼうとか本当に嫌いなんです。ハエ扱いしないで。あとは勝手に破滅してください。お嫁さん同士仲良くしましょう。私優しく接するわ。夫と今から謝りに行くから話しましょう。
ハエ2匹はさすがに気持ち悪いので二度と近寄らないでくださいね。ナホさんお願いよ、話だけでも聞いてお金を恵んで。バカ夫婦2人は遺産を当てにして散財しまくっていたせいで多額の借金を抱える羽目に。そのことで喧嘩が増え結局離婚したそうです。義兄の方はしつこくて会社にまでお金の無心に来て、先日ついに警察に連れて行かれました。私たちはお父さんが残してくれた駐車場の利益を全て貯金に回して、質素ながらも幸せに暮らしています。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。